ナムのロンドンダービーをお届けします。同じ町のクラブ同士、激しいライバル対決が期待されます。この相手にだけは負けたくないでしょう。何かと比較される両チームですから、勝って力の差を見せたいでしょうね。果たしてサポーターの声援を受けて勝利を手繰り寄せるのはどちらのチームでしょうか。大変楽しみな試合です。ショトラン・マスタフェイ、ナンバー18ナチョ・モンリオ。実績を考えるとリバプールにかかる期待は大きかったのですが、ここまでは思わしくありません。まだ中盤ですから、とはいえそろそろ順位を上げていきたいでしょうね。こちらがアーセナルの先発メンバーです。ダイヤモンド型の 4-4-2 のフォーメーションです。トップ下の選手が前線2人をサポートします。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。今日は攻撃的な 4-4-2 です。トップ下が2人のフォワードをサポートします。トッテナム対アーセナルの試合がキックオフを迎えます。楽しみな試合ですね。素晴らしいロブです。スペースを狙うアーセナルのコーナーキックです。コーナーからエリア内へ、このコーナーキックはキーパーが弾き返す。中の選手にクロスを入れた。ここはしっかりクリアされました。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。あっと、今のでイエロー、警告です。ファールで止めるしかありませんでしたか。ちょっと時間が早すぎるのが気になります。クリスチャン・エリクセン、これは見事に奪いました。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。このピエール・エメリク・オバメヤンがプレーすると自然と注目が集まります。このトットナムがフリーキックを獲得しました。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。ムサシソコ、ボールを取りました。さてどうする。デイビス、ナイスディフェンスです。ソッコ、これは見事なインターセプト。ここはクロスのチャンス。ゴールキックになります。デニス・スアレス。さあスタジアムのテンションが上がります。クリスチャン・エリクセン、ソッコ、入ってきたぞ。滑っていく。どうだ。ゴールキックの精度を欠きました。サイドからのチャンス。デレアリ、エリクセン、勝ち越しゴール来るか。ケインが決めた。
ハリー・ケイン、ここは見事にゴールを決めてみせました。何かを持っている選手ですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。浅野拓磨、ここを起点にできるか。このパスはダメでした。通りません。エリクセンのスルーパス、チャンスにはなりませんでした。スローインはアーセナル。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。タックルでボールがこぼれました。デレアリ、シソコ、カウンターのチャンス、仕留められるか。ここは遠目からロングシュートを打ちました。ここはうまいタックル、ただし相手ボールのスローインです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。前方に運びました。ケイン、このシュートはブロックされました。キーパーが危険を回避。素晴らしいクリアでしたね。入ってもおかしくなかったですからね。最後まで諦めずによく防ぎましたね。この試合はロンドンを盛り上げるノースロンドンダービーです。いつものことではありますが、素晴らしい雰囲気ですね。100年以上対立してきた両クラブのダービーマッチ、激戦になるでしょう。チーム力に差がある時期もありましたが、トッテナムが調子を上げてきています。選手の移籍や互いの順位をめぐって争うことも多い気がします。サポーターの雰囲気を考えると無様な試合はできないですね。アーセナル、のスローインです。デニス・スアレス、うまく読んだインターセプト。ピエール・エメリク・オバメヤン、エリア内滑っていった。コーナーから同点に持ち込めるでしょうか。サポーターのボルテージが上がります。このコーナーは久々に訪れた同点のチャンスです。ここは押し出します。イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。2枚目のイエローカードが出ました。途中でピッチを去ります。これは苦しい状況に立たされましたね。チームとして痛い退場です。これには監督も納得いっていないようです。デレアリ、ワニヤマ、で止めました。スローインです。モハメド・エルネニー、ナチョモンレアル、浅野拓磨、エリクセン、デレアリ、ケイン、ケイン、絶妙のスルーパス。ゴールにつながるプレーとはなりません。激しすぎるタックルでした。退場になってもおかしくありません。トッテナム、ここからは少ない人数で戦うことになります。これはちょっと計算外でしょうね。
トッテナム対アーセナル、いよいよ後半のキックオフです。トッテナムにとっては悪くない前半でしたが、まだ油断はできません。クロスを狙ってきますか。クロスが入りました。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。このミスは痛い。相手にパスを出しました。狙ってきた。同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。ゴールも狙える位置でのファール。カードが出るようです。主審の手にイエローカードが握られています。監督はヒヤッとしたでしょう。これ以上の退場者が出たら試合。狙っていった。キーパーボールをキャッチします。トットナムのスローインからゲームが再開となります。キーラン・トリピア、ジャカ、中にはオバメヤン。ボールはキーパーが触った。よく止めましたね。今のは難しいセーブですよ。ゴール前に入れた。いいボールでしたが、ここはクリア。中にスペースがあります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。これはスーパスか。シュートを狙う。ここはロリスがいい反応を見せました。普通は決まりますよね。すごい仕事です。フォワードに低い位置で渡します。ボールが来ません。このパスはカットされました。マークを外せない。体に当たった。カウンターのチャンス。ここは決めたい。このパスはまっすぐ相手に渡ります。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ジャカ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。エリクセンへ。前に出しました。福西さん、トッテナムホットスパーの次の試合ですが、次はエバートンです。プレミアリーグでの対戦ですね。これは結果を予想しがたいカードでしょう。折り返せるか。中にクロスが入った。トットナムのスローイン。両チーム交代があります。ビクター・バニヤマ、シソコ、ハリー・ケイン、ルーカス、キーラン・トリピア、ディフェンスが混乱し、ルーカス、コーナーキックのチャンスです。リードを広げられるでしょうか。ボールを入れた。ベルトンゲン、執念でブロックだ。デレアリ、ルーカス、浅野拓磨、
走り込んだ味方に合わせました。サイドから中央を見る。一旦ボールを蹴り出します。ルーカス、ビクター・ワニヤマ。ここでボールはアーセナルに。アーセナルが1点ビハインドの状況です。残り時間も少ない中、ホームのサポーターも祈るような表情で見ています。なんとかまずは1点返したいですね。モハメド・エルネニ。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。中への突破は許しません。スペースに出しましたがキーパーがいました。トットナムのリードは1点。早く追加点を取って試合を決めてしまいたい。キーラン・トリピア。ヤン・ベルトンゲン。トッテナムサイドのスペースが広く空いています。ソン・フンミン。いいクロスが中に入った。いいボールでしたがここはクリア。これはどうだ。残り時間。時間はわずかで得点もリードしています。コーナーキックからゴールを奪えばほぼゲームは決まります。中に入れた。ソッコ。ゴール前打てるか。ケイン。キーパー素晴らしいセーブを見せた。この時間でリードを広げられたら勝負がついていたかもしれませんから、ビッグセーブでしたね。ボールを入れました。ハリケーン。デレアリが打った。デレアリがゴールに叩き込んだ。ここはスパーズが決めた。見事な得点でした。この右サイドからのボールは武器になりますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。アレクサンデル・ラカゼット。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。ここで試合終了です。サポーターから激しいブーイングが起こっています。福西さん、これは退場の判定に対するものでしょうか。はい、あそこで選手が退場になったことが試合の結果に影響を与えた。サポーターはそう感じているんでしょうね。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。かなり良かったと思います。枠に当たってなければ